レベッカ・ソルニットはアメリカ合衆国のカリフォルニア州、サンフランシスコ在住の著作家。環境、政治、芸術など幅広いテーマを取り上げている。ソルニットはアメリカ合衆国のカリフォルニア州のバトで幼少期を過ごした。暴力が日常茶飯時の家庭で育ち、子供の頃に虐待を受けていたことを明かしている。中学校時代に惨めな思いをして過ごしたため、 GED を受けて合格し、高校を完全にスキップした。フランスのパリに17歳の時に留学した後は、サンフランシスコベイエリアに戻り、最終的にサンフランシスコ州立大学を卒業した。その後は1984年にカリフォルニア大学バークレー校のジャーナリズムの修士号を取得し、1988年からフリーランスのライターとして働くようになった。 サベージドリームスで述べているように、ソルニットは1980年代後半から環境問題と人権問題に取り組んだ。1990年代初頭にはウェスタン諸将二族の保護プロジェクトに加わり、2001年以降は反戦運動に参加した。ソルニットの著作は印刷物のみならず、ハーパーズマガジンやトム・エンゲルハートが運営するウェブサイト、 tomdispatch.com も含めた、オンライン上でも多数確認することができる。災害ユートピアは1989年のロマ、プリータ地震で被災した経験が契機となり、1906年のサンフランシスコ地震、1917年のハリファックス大爆発、1985年のメキシコ地震、2001年の9.11テロ、 2005年のハリケーンカトリーナなどを取材、研究して書かれたものであり、これらの災害時のいずれにおいても、人々が意外にも冷静に行動し、なおかつお互いに助け合う即席のユートピアが形作られているという共通点を見出している。自身の作品に影響を与えた人物として、エドアルド・マレアーパブロ・ネルーダ、ガブリエル・ガルシア・マルケス、バージニア・ウルフ、アリエル・ドーフマン、 エレナ・ポニア・トースカノナを挙げている。グッケンハイム奨励金、全米芸術基金の二つの文学奨励金、ラナン文学賞の文学奨励金を授与されている。また、数多くある、著作の中でも、リバー・オブ・サドズが大変評価されており、全米非評価協会賞、批評部門と、ハーバード大学が送るマーク・リントン歴史賞を授与、されている。ソルニットは、 マンスプレーニングという有名なカバン語が発明されるきっかけを作ったと言われている。ロサンゼルスタイムズが運営するウェブサイト上で2008年4月に公開された彼女のエッセイ、メインエクスプレインシングスツーメの中ではパーティー会場で声をかけてきた男性が彼女が著者であることを知らずに彼女の最新作の内容について得意げに彼女に解説してきたという体験談が紹介されている。 このエッセイの内容は分かっているようなことを上からの物言いで男性から解説された経験がこれまでにある多くの女性から共感を呼びその後にオンライン上ではこのような男を指すマンスプレーニングという言葉が生まれ急速に広まっていったありがとうございます